いつどうどうやって魔法ってなんって言ってたから、いやもういいや、ごめんなさい、いやなんでもない、すいませんすいません。じゃあ行きます。あれ先輩、まあこれは確定なんでね、もうフレンズどうしても来ちゃうので、もうそれはダメ、なんだ、やばいな、動揺してるな、動揺してるな、これやばいな、これほんとやばいぞ、ラブに来たらちょっとやめて、やめて、ほんとラブに来るのやめて。ああやったー、ベッド天の子だ。あー来た、ゴマちゃん来てくれた。あーマジでこの子ね、だいぶ、昔のことですけど、欲しいフレンズ確か10位の子だったんですよね。来たー、ついに。よかったてかごめんなさい、この子普段呼ば、グマちゃんと呼ばしてもらってるけど賛否両論あるのかな、なんかでも私赤いはないので、今後もグマちゃんと呼びます。いやマジか、激走疾走大爆走、それが私、クレーターロードランナーだ。そんじゃ一つ勝負と行こうぜ。いやもう見事にランキング下位から埋めて、個人的に欲しいフレンズランキングね、下位から埋めて、もうほとんど埋まってるんじゃないかな。もうそうすると、あと、北ちゃんと新井先輩でしょ、あと、パフィンか、あとパフィンだが来たら、もう、マジで、自分の欲しいフレンズ10人揃うわ。やったー。はい、発表しますよ、2日目のステップアップガチャいきますよ、せーの、あたり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 あたこれマジでさ、貫突させたいっすね。やったぜ、おい。最先ってのはこのことだぜ。いやー、これ、フォト以外、フォト出てくんねえから、マジで。なんでこんなにさ、フレンズ出ねえんだろ、俺のアカウント。こんなもんなのかね、ほんと。結構出てる人いると思うんですけどね。ま、ほっほっ、待って待って、あ、ツイッターだ、わぁ、ついに出た、ついに出た、欲しかったフレンズ、9番目に欲しかったやつだ。来たうそ、こんなタイ、こんなタイミングで出ると思わなかった。マジか、え、っていうかさ、最近ファニーマジで当たるようになってんだけど、すげえ、チッチラ出た、まさかのタイミングだ。あ、嬉しいっす、やった、ありがてえ。ようこそチンチラとデグーのエンターテイメントへ。なんてね、僕はチンチラ、よろしくね。はい、なんかちょっととある夢の国のネズミさんが言いそうなセリフを言ってましたが、いいでしょう。ちょっと待って、俺これ欲しいって言ってる割にで、チンチラちゃんステータス全然知らないんですよね。下手するとファニーだからっていうだけの理由で選んでる可能性あるから、ちょっとその頃のクソデブ隊長本当に信用できないからな。まあこれでしかもネズミ艦隊、チンチラちゃんとデグーちゃんとね、カピバラで揃いましたね。やったぜ。まず先にショップで8月招待溜まったんで、俺が最も欲しいフレンズランキング8位の、ですね。いや、これどうしようかな。いいよな。うん。品薄いろいろか。これですね。いや、これがね、欲しかったんですよ。で、この子の特徴としては、回復ができること。これは、まずもう迷わず手に入れます。ようやく回復できるフレンズ、本格的に回復できるフレンズが手に入れることができた。これ欲しかったんだ、本当に。やりのでこれね、もうマジでこれ、この子強いなって思って、欲しいなって思ったんですよ。無茶はしないでください。あいつはね、絶対ありがたい。いやー、やったぜ。これで何人目だ？これで、星4。まあ、っていうか、俺いろいろと調べたんだけど、星2とか星3も育てきゃ強いっていう話みたいですけどね。品薄いろいろかですわ。ちょっと失礼して。まあ、俺この辺、この辺、読む意味あるのかな。リフレッシュしましょう。よし、ね、じゃあこれで頑張って育てて回復ね、受けてもらいましょう。11人目だ。いやー少ねえな。はい、もう新年早々ね、事故りたくないので、よし、じゃあ引きますかね。記念すべき1人目、明けましておめでとうございます。さあ、まあ新年だからってそんな簡単に新井先輩来るのはないと思うけど、でも本当にここで新井先輩出たら俺奇跡の男だって言われるぞ、本当。さあ、記念すべき最初の星4は誰だ。出ちゃった。マジか。ちょっと待って、フェアレンズ、おい先輩、おい先輩のとこで、ちょっと待って、うどだ。ちょっと待って、俺持ってるぞこれ。2021年1持ってる男、クソデブ隊長かもしれんて。こんな漫画みたいな話あるか。
マジで奇跡起きた。フェネック、今年最初のフレンズ。ちょっと待って、これフェネックだよ。大きな耳が特徴かな。よろしくね。ちょっと待って、俺これなんか物語あるぞ、マジで。ちょっとね、あのフェネックには未練があるんですよ。動画の方であのボツ動画になったから、これでもう一度じっくりちゃんと付き合いましょう。そんでフェネックと信頼を深めて、新井先輩もしかしたら力貸してくださるという、そういう流れだと思います。これマジであるぞ。忘れ物。今年本当にクソデブ隊長、ちょっとマジで持ってるかもしんね。なんでさ、こうフォトとフレンズ混ぜるかな。あ、これフレンズ確定だからね。こっちっていうか、キツネとね、若いやちゃんがいるんで、アルパカ若いや、これね、あって欲しかったけどね、まあしょうがないでしょう。こっちしか引けないっていうならしょうがないですよ。さあ、これで何が出るんだ。頼む、これ確定ですからね。ほら、確定。いや、これいいですね。お、来たー。シンクに決めてみせるの。うわ、やったマジで。いいの、やったー、これは嬉しい。うわ、2体目の全体攻撃だ。やった、これは周回早いし、ていうかこの子ね、攻撃力もなかなか育てていればすげえ強いんですよ。いや、これは確かないだっけな、俺が欲しいランキング6位くらいだっけな。ダンスにはとても自信があるの。おシックに決めて、うん、ていうかね、暗闇を照らす光の花になる、ね、アニメのね、獣フレンズ2でね、この子出たじゃないですか。ちょっとね、あんまし性格的に好きじゃねえなって思ったんですけど、ただね、このゲームではね、かなり強いフレンズだったので、それはあの認めます。もう本当によし、今月はついてるかもしれないぞ、マジで。今月で新井先輩出ちまう可能性あるぞ、これ。そうなったらもう本当は最終回くらいの勢いで発狂と感動の動画になるぜ、これ。おっしゃ、いけ新井先輩、やるぜ。確定だ。黒時以外なら何でも来い。いや、わ、やった、やったついに来た。うわ、やった、ライオンだ。うわ、これもね、これね、実はほんとずっと欲しかったんで、フレンズですよ。やったディラックスのアタッカー来た。まぁ、今回のイベントまではちょっと間に合わないかもしれないけど、まぁ、いいや、やったー。うわー、今月は本当に最高だわ。マジか、嬉しい。私はライオン。おぉ強くてすごい、百獣の王ってことになってるけど。あ、可愛いね。可愛いのよ、ライオン。のんびりいこう。あっしゃ、ありがとう。いや、もう今月すげえわ、マジバチ当たりそうだわ。マジでこの正体ほんと大好き。来月もよろしく。もうちょっとね、ちょっと見栄えを良くしたいんですよね。いきますよ、バーベンバーイ。ぽやきたー。おっさん、何来るかな。ラブリー以外がいいな、ニワトリ以外がいいな、流れ止まんねえな、マジで。はぁ、マジで。たくさん食べ物を持っているのがバビーちゃんの幸せです。だから、そのお菓子バビーちゃんにもください。かわいい。いや、すっげえ。これもうほんと新井先輩のご加護だよね。もうすげえって、ほんとに。もう全てを変えたね、あの方が。ほんとに。今回ね、これ最後、いいの引いて、良い年をね、迎えようっていう話になりそうですね。よし、じゃあ、行きましょう。当たりますように。まあ、っていうか、最後のガチャではなくて、まあ、今110連毎日やってるから無料でね。それも含めてね、それ、え？いやもう、マジでほんとやめてくんね。うわうわ、ちょっと待って、新しいフレンズ出てるわ。ちょっと待って、それ新井先輩だったらマジで怒るよ。ここで新井先輩出てさ、もうリアクションできないのほんと嫌だよ。一番下だよね。マジほんと勘弁し、あ、うわ、マジで、めっちゃいいの当たってる。
嘘。めっちゃ欲しかったフレンズだよこれ。当たっちゃったの。嘘。最後の最後こんなリアクションで終わるのかよ。いやマジっすか、めちゃくちゃいいの当たっちゃったじゃん。もうこれね、アルパカ若いやです。ふわふわもこもこで癒しをご提供、頑張りますね。はい、もう天使かよってくらい可愛いし、今月12月本当でどんだけ運に恵まれてんだよ。その恵みをさ、最後フリーズという展開に持っていく。センスいいね、私クソデブ隊長。ゼブラじらすな、まだ15枚あるから多分来るはず。どうかご加護を。ラッキー、あえてバイ。なんか演出してくれ。いや未来さんいないか。ちょマジ来たか、お願い来た来た。そしてマレーバクさんも、あーもうすごすぎるわ、ほんと。あーやっちゃ、キタキツネだよ。ゲームは好きかな、いろんなのをやってる、何でも聞いてね。これが本当のクリスマスだ。やったー。どうかご加護を。ラッキー、あえてバイ。残り3枚か。いやそれは、いらんことをしやがったな。え、ちょっと、え、うそー、来たじゃん。え、うわー、あーだやったー、やべー、この子絶対来年活躍するわ、もう活躍してるもん今。マジでありがとう。今日365日1年で解き放たれるということで、やばいちょっと緊張してる。では誰を迎えるか早速購入して皆さんに発表いたします。じゃんじゃか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 じゃん。えはっ、ああ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 。ということで皆さんの貴重なご意見と私の慎重な判断の結果、ちょっと私かなり緊張しております。あーやばい、こんな日が来るとは。よし、では早速ご本人をお迎えしましょう。違うよね、違うよね、これからだよね、デブショーフレンズはこっから始まるんですよね。新井先輩とこれから一緒に勉強していくんだ。いやこれきついかな。キラキラ先行ぐらいにしときます、今回使うの。ただここで迎えなきゃいつよ次。神様そんな気まぐれじゃないでしょ。チャンス掴むしかないか。ここで行くぞ、新井先輩。ここでうわー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 ここでチャンスをつかめた。いくぞ、マキさん、ありがとう。うわ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 う
困ったことは全部アライさんにどーんと任せるのだ。迷ったらすぐ相談、これは対象命令なのだ。アライさん